こんばんは。前回の続きやっていきます。まずガチャしましょうかね。このゲームやっぱり音源がとにかく引っかかるんで、権利関係、著作権、映像じゃなくて音源が、しかもそのどこの音源かちょっとよくわからないんですよね。どの音かがちょっとわからないんですけど、OK の音とダメな音があるみたいで、アップするのにね、著作権引っかかっても曲だけ消して早くアップできるときと4時間ぐらいかかるときがありますね。まずガチャしますかね。まず無料のやつ。結構ね、あれからゲームちょっとして、いい選手何人か入れたんで、ちょっとね、チーム力アップしてます。あ、それと、アンロックされてるのがあるんで、なんかこれあんまり良くないね。リーグ戦、いらないやつ。リーグ戦ね、解放されてるのが何かある。あ、なるほど。あ、フォワードね。あとね、ディフェンダーはいいんだけどな。あ、曜日で分かれてるんだ。あ、なるほど。わー、なるほどね。じゃあディフェンダー系ちょっと待ってした方がいいかもしれないですね。今日はフォワードなんだ。とりあえずフォワードと真ん中ミッドフィルダーは一応揃ってるんで、全ポジションで10連しようかな。じゃあ S 以上確定みたいなんで、あ、何かもらえるのがあるか。見落とすんですよ、結構。おお、いいじゃん。まあ、評価ね。ごめん、後でします。とりあえず10連しよう。お、今流れた自分が。あ、来た。あ、いいんじゃない？サイドバック。結構来たわ。チェック入れて。まずね、リザーブに入ってるんで、今の選手は。これ変えないといけないんで、この選手を戻して、まず。ここに資源変換ってあるじゃないですか。画面右下の方にチェックして、あ、違う、資源変換だった。じゃあ、どうするんだったっけ。こう入れるんだったっけ。あ、そうだね。掴んで、そうするとこの資源に変わるんですよね。これユーロだと思うんですよね。これがアイテムかな。チケットなのかな。ショップで選手、こっちは、デインか、フィジカルね、に変えることができるみたい。売却しようか。あ、なるほど。なんだ、リセット。育成か。育成の選手をばらして、素材をってことかな？いらない選手はこうやってやっていけばいい。でも、一気にはできないのかな？もう D とかいらないですからね、どう考えても。まあ、売却しよう、とりあえず。こういうこともできるみたいですね。で、一回戻って、ちょっとフォーメーション、ここ変わると思うんですよ、おすすめしたら。ほら、ね、だいぶ強力になったでしょ。あ、ダメ。キーパーが、今 S になってるけど、こっちのがね、数値が高いんですよ、こっちより。でもこっちのがいいから S マイナスなんで、変えた方がいい。こっちだ、ディフェンダーこっちだ。ごめんなさい。ポジションここに書いてある。選手の右下のあたり。S マイナス、S プラスだったかな。S、S マイナス、S プラスだった。ね、こっちの方低いんだと思う。レベルがね、上がってないんだと思う。レベルはどこで見たらいいか。レベルこれだ。ゼロ。で、こっちもゼロだよ。おかしいな。で、こっちの方がいいかな。前回、
アンロックされたのこれかな、マスターリーグが解除されて、で動画で撮ってないけど、このランク戦っていうのがまたあのロック解除されてますね。マスターリーグ全然勝ててない、2勝ぐらいしかしてないですね。ボロ負けでしょ、04とか28とか。今18位、20人でやってるみたいなんですけど、下から数えた方が早い。2勝15敗になってる。失点が93ね。だからディフェンス系が弱いんだと思うんだよね。ちょっとキーパーを上げちゃおうかな、選手評価でレベルアップさせようか。スタメンのキーパーがいい。これかな、こっち上げよう。いいね、なるほど。キーパー上げてみたい。なんか素材が決まってるみたい。これゴールキーパーの素材で、押したら出てくるんですよね。ビデオテープっていうのが、まあ、レベルアップ素材みたいですね。決まってるみたい。こういう風にね。やっぱね、レベルの上限をね、上げれるみたいですね。アマチュア、セミプロ、プロってこういう風に。で、まあ、こういう素材を使うのか。選手のレベルが20になると、次突破してセミプロ、セミプロになったら30までみたいな、10ずつ上がっていく感じなのかな。いいね、これはちょっと育成剤があるな。これとこれ見てないかもしんないですね。あのさっきマスターリーグ見たんで、ランク戦これは初めてだな。順位を上げ続けることでオファーやコインか、コインなの、チケットなどの報酬、ユーロとは別にまたあるのかな。毎日5回か、挑戦または自動試合ともに挑戦回数、あ、なるほど、わかった。ランク戦では倒した相手の順位が自分の順位となる。なるほど、わかった。その人を倒したらその人の順位と自分が入れ替わるんだ。おお、こういう風になってるんだね。あ、これ強い人たちだ。自分の戦力はこれだかな ?9619。ちょっと見えない。自分の順位が今9687位みたいですね。相手の戦力、あ、ここら辺で強くない？ 3万6000なんだけど、全然試合してないんでしょうね、この人。じゃあ、ちょっと弱そうな人と試合すればいいのかな、挑戦でいいのかな。ラインナップっていうのはここになんだろう、これ。はいはいはい、わかった。スタメンかな、自分のチームのかな。開催国や指定クラブの選手の試合時の関係。戦力みたいな感じだね。これね、スキル解放されたんだけど、なんかないんですよね。見たけど。おすすめっていうのがある。変わんないね。じゃあ、これでやればいいんだ。あ、リセットされちゃった。これでやろうかな。挑戦。これが対戦相手、結構強い。あ、キーパーが弱い。これいける。画面右下、スキップもできるみたいですね。これ強いな。ワントップ。これが自分です。自分はちょっとね、結構平均的になってる。ちょっとディフェンスがちょっと弱い。待ちに待った試合が始まりました。おお、いいね。そこでロングパス。いいよ。スルーパス。あげろ。ヘッティングシュート。バーかよ。スピードの調整もできるみたい。画面の右下、加速今1だけど、これを上げる。ミドルフィールドからのハイクロス。でも、ウイクでやってるんですけど、ウイクで全然こっちの方が ね、早い、時間の流れが。守備陣はいい仕事をしてくれました。見事なスルーパス。なんか J リーグの試合で、まあ、さっきのキーパーじゃないけど、右サイドからクロスが来た。キーパーはこう、ナイスボール。なんかバックパスみたいな。キーパーはどうしようもないですね。それをこうなんか手で出して、なんかね、レッド出てて、それがなんか問題になってるみたいですね。J2 の試合なのかな、ちょっとわかんないけど。なんかね、パスミスレッドじゃないみたいなんですよ。なんかルールブックでは。自分も知らなかったんだけど。強力なパスカットです。その位置から PK か、
あ、いや PK かもしくはフリーキックかだったかな。でレッドは出ないみたいな感じで。右サイドからワンタッチでクロス。おお、いいね。うまい、決まった。こっちの方がちょっと倍ぐらいありましたからね、戦力。モラタ。いいよ。スタミナは画面右下のスキップ加速スタミナこれですね。お、今減ってる。これでアイテム使うと、で今5個しかないのかな。こう回復することができる。でもまあこのままでいいでしょうね今。見事なスルーパス。おい。チャンスです。おい。これは一応対人戦みたいになってるけど、いないと思います。相手のディフェンスを突破した。相手の方は。右サイドからのクロスが来た。うまい、決まった。冷酷なゴールマシンのようです。流れるような攻撃サッカーで3ゴールを収めました。ちょっと違うよね。あのウイコネのランクマッチはマッチングしているんですよ。こっちはいないんじゃないかな。あんだけ用意されてたんで、対戦相手が自分で選べるようになってるんで、もうセットした。おい、なんか動きがなんかスムーズ。後半ですね。早い。とにかくゲーム内時間がとにかく早いんで、前半45分、後半45分で、画面の上の真ん中あたりに今時間が、おいー、やられた。オンゴールか。しょうがない。ブスケツ。おっと、ディフェンスが不良になってる。あと、オフェンスもシュートでチャンスを作る。変えようか。どうしよう。ナイスキーパー。まるで高い壁のようでした。おい、いきなり変えたと瞬間に流れるようなオフェンスにファンたちは大喜びです。じゃあディフェンスも変えるか。イスコ、どっちがいいかな。自分の右の方が、右サイドにボールを回して。監督は戦術を調整しました。いい流れになってほしいです。シュート、強烈なヘディングシュート。ビッグチャンスでした。惜しい。見事なロングパス。いける、いけるよ。おい、決まりました。これで2回目のゴールです。3度目も期待されます。選手変えちゃおうかな。今まで変えたこと一度もないけど。試合の終盤に近づいています。集中を切らずにいてほしいですね。あ、結構スタミナ減ってるね。ボールは奪われてしまいました。あ、お任せっていうのがあるわ。フリーキックで決めました。この選手は嫌。ボールはクロスバーに当たり外へ。まあいいか、これで。ジャンプしてヘディングシュート。キーパーの勢いが凄まじいですね。3枚変えちゃった。いいっすか。いいんじゃない。時間がもう90分なんで。OK。彼はストライカーらしい躍動感を示しました。交代選手に期待を込めてピッチに出しましたね。いいっすか。おお、いいね。あ、ユーロもらった。なるほど。あ、選ぶんだ。どうしよう。ユーロでいいや。ランク一気に上がりましたね。3278位も上がった。で、なんかダイヤみたいのもらいましたね。あとは、これ見ようかな。何これ、クラシックな。ん？どういうこと？これだ。ちょっとね。2018年の夜ぐらいからやっていくってことか。強いんかな？戦力は？あ、勝てそう！ 5000 しかない。やろう。レフリーのホイッスルで試合が始まりました。いいね。選
選手も変えていくかな。結構ウイコレよりこっちの方がスタミナ使ってる感じがする。右サイドからのクロス、いいよ、シュート、ナイスボール。攻撃のリズムを作る存在としてまさにチームの頭脳です。オフェンス不良だったけど、あ、劣勢になってるけど、でもいいよ。あ、なるほど、真ん中にして、監督は戦術を変えたようです。どんな展開になっていくのか見てみましょう。で、前半終わったら1人ぐらい変えようかな。アイクロス、まず危ない、ロングパス、うわー、マジロングパスが多いね。ちょっと良くないな。右サイドにボールを回す、いいよ、このパスカットはお見事です。ブスケツ、見事なスルーパス、いける、シュート、うい、攻撃のリズムを作る存在として最近やってないんですけど、ウィコレじゃなくてウィイレモ、ウィニングイレブンの方ねと、なんかね動きが似てる選手。ドリブルでかわした、スルーパスで狙っている、ミドルフィールドでのパス、いける、近距離のシュート、ゴールキーパーが出ました、強烈なシュート、いける、オッケー。全然南野が活躍できなくなっちゃったな。一応南野は S なんでしばらく使うんですけど、将来的には多分変わるんでしょうね。プラス S プラスとかがあるんで、それで多分 SS とか 3S とか出てくるような気がする。シュート、実際にあるのかもしれないですけど、相手ディフェンスに厳しくマークされています。なんとか、あ、でも戦術劣勢だね。ミドルフィールドでのパス、うい、シュート決まった。流れるようなオフェンスにファンたちは大喜びです。前半終わったらちょっと変えよう、まず一人変えよう、疲れてる選手。変えよう、前半終わりました。まずどれかな、あ、この選手疲れてる、あ、ディフェンス系はいいような気がするんだけどね。お任せにしようか、じゃあ。あ、そうなん、最適化されてると思ってる。これでとりあえず出すか。監督から選手交代の指示が出ました。攻撃、見事なスライディング、ボールは奪われてしまいました。ミッドフィルダーもディフェンス系とオフェンス系があって、審判に注意を示されました。自分が今出したのはオフェンス系だと思うんですよ、攻撃系。相手ディフェンスを見事にかわした、いける、いいよ、シュート決まった、決まりました。これで2回目のゴールです。3度目も期待されます。選手また変えちゃおう、あ、もう少し時間間開けないとダメなんだ。ボールを中央に回す、あ、ディフェンスがちょっと疲労になってるけど、まあいっか、これで左サイドからの高いボール、いい、うわ、非常にいいコンディションですね。彼が入れた2点目のゴールです。なんかね、なんだろう、攻め方とか攻撃のパターンとか、オフサイドファウルです、いろいろあるなって感じ。ワンタッチで縦パス、あ、また B の選手が出るの、まあ、いいや。監督から選手交代の指示が出ました。B の選手変えたい、近距離のシュート、オッケー、ゴール。試合の流れを完全に制してしまいました。交代選手に期待を込めてピッチに出しましたね。交代出したら最初、おい、ファウル、相手チームのフリーキックです。ロングパスでボールをチームメイトに、ないですか、そこから3人出すの14人、なんかね経験値もらえてるみたい、さっき14人いたから経験値もらってる、試合終わった後に経験値もらえるんですよね、それでレベル上げれるんだけど、
見事なスイング。オッケー、ナイスボール。流れを完全に掴んだ彼らはもはや止められません。これ以上の得点を作れるでしょうか。すごい。この終わった後に一つ入ってくるんだけど、はい、残念。あ、ヘディングシュートか、これ無理じゃない。でもああなるほど、サイドレーンプラスロック、ああなるほど、先日変えないといけないんだ。ああ条件があったんだ。じゃないと次に行けないってことか。先日をサイドレーンでこのパス、まあ、にしないとダメってことか。じゃないとヘディングが決まんないって。厳しいね。2414人いるでしょ。出した方がいいような気がする、やっぱり選手交代。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。